おはようございます。こんにちは、こんばんは。白月きつねです。今日はとりあえず、あと36分ほどで計画メンテナンスが来るみたいなんですけど、それまでの間ですね、いつもはカジュアル回ったりするんですけど、ちょっとエラーの状況を確認したいなという動画で、これを、立ち上げました。まずですね、現在のエラー状況ですけど、大きなものがですね、これですね、オペレーター、相変わらずですけど、大型アップデートがあって、すぐに、防御系のオペレーターで、まあ、このエラーはね、こう新しく加わってくれたり、リュージョンも加わってくれたんですけど、イエーガーが消えております。で、相変わらず、アップデート後すぐに消えちゃったイエーガーは、家でしたまま帰ってこずという形なんですけど、それ以降ですね、攻撃オペレーターの方も、かけることとなっておりまして、この部分ですね。カピタオが入ってたんですけれど、その部分もかけております。エラー状況として大きいのは、このオペレーターが欠けてるという、部分なんですけども、カピタオの方はですね、大型アップデートがあって、1日2日は大丈夫だったんですけれど、その後に出たプロリーグゴールドセットですかね、をこう手に入れて以降ですね、その次の日あたりからですね、オペレーターごと消えているという結果になっております。では順次、他ですね、大きいのオペレーターの、消えてる部分はこの2つなんですけど、順次見ていきたいなと思います。まず、攻撃オペレーターからいきますと、スレッジ。こちらの方は、ざっくり見たときにはですね、ショットガンの方の部分で、これ固まってんじゃないかな。まず固まってるというか、ロックされてしまったものというのは、このように解除したときにですね、あ、解除できた。以前までは解除できませんでした。多分、これできてんのか？あ、ついたね。これみたいに解除、できてるやつは多分僕が使わないから、ロックされたと勘違いしたやつですね、今。は、いいと思うんですけど。なんだろうな。これはバーティカルグリップ OK だな。リフレックス。これも使わないから大丈夫なのかな。あと、これですね。例えばこの今の L95 ですか。は、リフレックスサイトを解除したんですけども、今見たら、まだ解除できてないという。ロックされている、アイテムなり、アタッチメントの関係ですね。は、このように、解除しても、また、画面を元に戻すと、このように、解除できてないという画面になってしまうという。これがなんか、結構いろんなオペレーターで発生しておりまして、ちょっとすいません。今の、ショットガンのレッドドットは単純に僕が使わないから、解除できてなかっただけみたいなんですけど、普段、この L、あ、95って言いますね。L85 の間違いですね。これの、部分の、リフレックスですね。これはどうやらロックされているようです。普段これには英語を載せて、るので、いいんですけれどもという話ですね。
まあ、ここのサプレッサーは多分僕使わないから大丈夫ですね。で、この SMG あたりになってくると、なんかロックされてると嫌なのあるかな。これは大丈夫そうですかね。なんかですね、オペレーターによってロックされているものが違うんですけど、とりあえずメインで使っている武器のもので、まあ、よく使うものとかがね、ロックされていると困るので、そこら辺ですね。これ、例えば、まあ、サッチャーの AR33 ですけども、これはリフレックスどうだったかな。解除してみましょう。あ、解除できました。これはリフレックスを使っていないからっていうことですかね。ホロスラフィックサイト。あ、これもできましたね。あれ、俺、ここは、英国一点張りだったのかな？なんか怪しいな。本当かな？俺、これ一個しか解除してなかったかな？本当に？ AR33 結構メイン武器を俺解除してなかったか？本当に。なんか嫌な予感がしてきましたね。これ、僕、検証動画を作っていて嫌な予感が今一瞬頭をよぎったんですけど、もしかしてもう一度名声払ってやったら復活するとかいうことがあるのかな？ちょっと気になったんで、この間の検証では、オペレーターの解除をもう一度やっても、家出した家側は帰ってきませんでした。しかしですね、今日なんかちょっと嫌な予感がするので、もう一度やってみます。そうですね、この間、確か、検証動画したときは同じようにこのムービーが出てき誰て、もが無理だ終とわっ言った。ても、家側これはは戦車向けだと言われた。解除されず、ロックされたままっていう小型化ことのだった精んで度すけ向ど、上も無理だと言まあわれちょた。うどその時の動画は、中年部隊の日記の、シ何ャが違った。ープ105だったかな？で上げておりますね。シャープ105？ 105 でよかったかな？確か105。あ、計画メンテナンスが文字聞きますね。で、やっぱりそうですね。オペレーター解除のものを選んでムービー見ても家側帰ってきてませんね。同じような例で僕のカピタオですね。え、これ、名声ポイント足らないんで、まあ、クレジット払ってもし解除できちゃったらそれはそれで被害なんだけど。まさかクレジットだったら解除できるとかいう、そういういやらしいやり方じゃないでしょうね。できてませんね、やっぱりね。クレジットのポイント減ってないだろうな。ちょっと一瞬確認しなかったけど。基本的に解除できてなかったら、名声も、そのクレジットポイントも減らないという形ではあるかとは思うんですが、このように解除できておりません。はい。なんかちょっとアイテム関係の方はちょっとなんか怪しい感じだったけど。まあまあ、すいません。僕がほとんど自分で解除しちゃってると勘違いしてただけだったみたいです。これは、アッシュなんですけど、G36C。これ、英国とリフレックスしか解除してなかったかな。俺、ホロとかもちゃんと解除してたと思うんですけどね、これね。できませんね、ホログラフィックサイト。これできませんね。これか、これはロックされてるわけですね。G36C のホログラフィックサイトはロックされてると。同じく、レッドドットは、これは、まあ、使わなかった可能性。ああ、いや、これもロックされてますね。これはすごいですね。G36C。サイトの方は、4つのうち2つが固められてますね。バレルを見てみましょう。まあ、ツルブレーキ解除してないなんてことがあったのかな。
できませんね。やっぱり G36C バレルの部分はマズルブレーキ解除できずということですね。はい。これ、まあもともと僕サプレッサーつけてたり、この銃してた部分もあるんですけど、ちょっと威力がやっぱり下がっちゃうのが嫌で、うん、フラッシュハイダーか、コンペとかなんか、フラッシュハイダーつけたのかな？最近フラッシュハイダーつけてるのが多かったんですけれど、なんかちょっと位置バレするっていうのもあって、若干嫌な部分もあるんですけど、まあちょっと、見た目がこれサプレッサーつけると僕この外観の方が好きでは好きなんですけどね。うん、まあちょっとサプレッサーつけときます、とりあえず。アングルグリップ。これ、バーティカルグリップを解除してないなんてことがあるのかな、俺。もともと僕、このタイプのグリップは全部こっちを使ってた。あ、やっぱりそうですね。G36C 被害大きいですね。バーティカルグリップも解除できませんね。ロックされてます。仕方がないのでアングルをとりあえずつけておきます。レーザーサイト。これどうだったかな？レーザーサイト。つけてないか。いや、レーザーサイトもロックされてますね。すごいですね、この銃。ロック箇所が結構多いかもしれませんよ。最近何気に気づいたんですけど、このね、ウェポンスキンとかまで下手したら飛んでるやつがね、ものによってはあるんですよね。その使ってないウェポンスキンを固められてたら気づきにくいんですけど、なんかね、火花かなんかの銃だったかな。固められてたのがあったような気がします。次が R4C。この銃は、サイトは大丈夫。バレルも大丈夫。まあ、グリッパー付けはこれだけだし、この銃は被害がなさそうですね。G36C の方は使うなということなんでしょうかね。ハンドガンの特に問題はなさそうかな。そうですね。ハンドガンも問題なさそうな感じですね。この調子で、まあまあ、被害がね、一つのオペレーターで偏ってなければいいんですけれど、大丈夫かな？ユニフォームとかは影響を受けてなさそうですね。KT ハイランダー迷彩はちょっとお気に入りなんで、ずっと使ってるんですけど。あとよく使うオペレーターで僕テルミットをよく使ってるんですけれど、まあ、なんか、多分、いつもね、なんか、割って、くれるための支援オペレーター選んでもらってるのが多くて、なんか選ばないとダメかなというので取っちゃってるっていうだけの理由なんですけど、このフラッシュハイダーどうだろう。あ、固められてますね。まあまあまあ、とりあえずこの銃僕マズルを使ってたような気がするんで、まあまあまあ、とりあえずフラッシュハイダー固められても影響が少なそうかな。とりあえず、ちょっとメンテナンス来ちゃいますね。もう言ってる間にメンテナンス来ちゃいますね。これメンテナンスにかかる部分に、入ってしまうと、またエラーがひどいことになっても嫌なんで、そうですね。もう少ししたら早めに、落ちたいとは思います。なので、よく使うキャラで、あと、見ていきたいのが、ヒューズとか攻撃オペを使いますね。まあ、これ、まあ、最悪、あれですけど、AK-12 は、まあ、メインで使ってる武器なんで、この辺固まってると、ちょっと悲しいものがあるんで、見ておきます。バレルの中で、コンペがありますけど、これは使ってないからいけないのかな。まあ、一度解除してみましょう。これは使ってなかったかもしれません。あ、いや、固められてますね。まあ、マズルブレーキが通常で装備してるんで、影響がないと言えばないんですが、今の見た通り、解除したはずのものが解除できていないということですね。
次に、ハンドガンの方は BMM ですね。まあ、これは僕多分サプレッサーは、使うつもりがなかったんで、解除してなかったんだと思います。もう、なんか、うん。まあまあ、ハンドガン、サイレンサー系使う人が多いと思うんですけど、多分、ちょっとこれは後回しにしてたやつだと思います。なんでこれは、今のやつは多分、ロックされたわけではないと。ビアード。まあまあ、あまりビアードちょっと使ってないんであれですけど、残りの時間でちゃちゃちゃっと見れるもの、見えるかな？大丈夫かな？この武器は、SR25 の、パッと見た見は、これ、英国だけか。まあまあまあ、まあそれは可能性ありますね。遠距離から見ることだけ考えて解除してなかった可能性が高いかな、これは。そうですね。ホログラフィック今解除できましたね。同じ理由で多分レッドドットとリフレックスもおそらく、まあ、このオペレーターメインで使ってないんで、銃も多分、この MK17CQB の方を使ってるのが多いかなと思うんで、こっち固まってたらわかりやすいですけど、なんか影響はあまりなさそうですね。まあまあでもどっちにしろあまり使わないです。このもしろこっちのバックの方がよく使えるんで、バックの方を見てみましょうか。パッと見たところバレルのところで開けてないのがあるみたいですね。拡張バレル、これ開けてなかったのかな？これは開けてなかったかもしれませんね。いやー、拡張バレル固まってますね。拡張バレル今解除したはずですけど解除できてませんもんね。固まってるようです。まあ、マズルブレーキを通常装備しているので、まあ、これもとりあえずの影響は少ないということでしょうかね。拡張バレル。まあまあ、でも使う人使うかもしれませんからね。固められるっていうのは嫌ですね。あとは、ここは大丈夫そうですね。見た目、バックは白の衣装からユニフォームが黒のユニフォームが選べるようになって、個人的にはすごいいいと思いますね、これ。あと IQ ですね。IQ。まあ、正直、アッシュやバックよりこれを使うかと言われると、僕、見た目は好きですけど、使いこなせるほどうまくないので、あんまりこれをメインで使ってる感じないんですけど、オーナーのお気に入りですし、うちのコミュニティの、まあ、看板キャラみたいなとこがありますので、パッと見たところ、なんか、アタッチメント系で固められてるものはなさそうですね。メインのこの552コマンドの部分はですけども。まあまあ G8 の方は、まあ、あれ？でもなんか今変な感じがしたのが、サブウェポンのスキンがついてなかったのが、パッとなんかこれ嫌な予感がしますね。なんで飛んでるんだこれ。先日元に戻したはずですけど、なんかアイテムが飛んでますね。これおかしいですね。こんな全部外した記憶はないです。ウェポンスキンもつけてたはずなんですけど、外れてましたね、今ね。なんかこの辺がちょっと微妙ですね。いつも見てて。あーと。計画メンテナンス、今日は。ちょっとこれ、あれですね。計画メンテナンスの時間が迫ってきてるんで、他、影響があると嫌なんで、ちょっと、駆け足で見ます。この、火花で、ちょっとこの間気づいてこれつけてるんですけど、おそらくこれ、ウェポンスキンの黒曜石じゃなくて、これ僕持ってたはずなんですけど、金っていうこの迷彩。これ解除できてないってことあるのかな？これ固められたんじゃない？ひょっとして。ちょっとやってみます。やっぱりそうですね。ウェポンスキンも固められるものは固められるんですね。今解除したはずのこれ、解除できてませんよね。で、まあ、仕方がないので、この黒曜石の。ん？
ビジュアルカスタマイズではついてることになってる？あれ？どういうことだこれは。これはおかしいですね、明らかに。今、ビジュアルカスタマイズでついたことになってたような気がしたんですけど、ここ解除できてませんよね。でも、あれ？おかしいですね、これ。これもエラーでしょうか。変えられたことになってるんですけど、この画面では。しかし、今見てみると、スキンは外れてしまってるという、これ、また新しいエラーですね。どういうことでしょう。とりあえず、何かこの状態で元に戻しとくとやばそうなので、黒曜石付け直して、そのスキンは選んでませんよっていうことにして、修正かけておきたいと思います。これなんか新しいですね、今のは、エラーは。解除できたことに、ビジュアル上はなってるけど、実際できてないっていう。いや、もともとできてたんだけど、みたいな話なんですけどね。ちなみにこの、インとかは、もう解除してたものが、アップデート後に当然新しく入ったキャラなんで、まあまあまあ、これ、アンダーバレルの部分が、レザーサイトが固まっちゃってんじゃないかな、これも。これ固まってますね。レザーサイトつきません、これ。ちなみにこのマズルブレーキつけてますけど、これ以外の、まあまあこれは以外のやつは大丈夫そうです。多分これは僕は選んでないんだと思う。サイトもとりあえずパッと見たところ、これやばいな、レザーサイトはこれ。ショットガンで連射できる方の部分は、まあまあ、よしとしておきましょうか、これはこれね。まあ、インはそんな感じでした。ジャッカル。やばいですね。メンテナンスになっちゃいますね、これ。防御系オペレーターに行きましょう。まあ、よくメインで使ってるのはこのミュートですけど、やばいですね。今開けた瞬間に分かりましたけど、サブウェポン、これ、ひょっとしてスキン飛んでるんじゃないでしょうか。スキンがないですね。うわ。待って。また飛んでるよ、これ。データ自体はあるけど、なぜか引っぺがされてましたね、今見た通り。見ていただきましたかね、今もう何にもついてませんでしたよね。しかし私はちゃんと直してるんですけどね。これ、一度は。というか、一度、直して、カスタマーサポートセンターでもう一度なんていうのね、セーブデータとか一回消してくださいとか、エラー出てるやデータ消してくださいとか出てて、また外れて、それを付け直して、2回か3回付け直しをやってるんですけど、また外れてましたね。今見たらね。ちょっと困りますね、これね。ちょっと今元に戻しましたけど、わーっと、これ、ショットガンも外れてるんじゃないでしょうか。理由はわからないですけど、外れてますね。何なんでしょうね、これは。まあまあ、こっちをメインに使ってたわけでは、決してないんですけど、この勝手に外されるのは、いかがなものかと思いますね。はい。もう落ちますよ。落ちます。はい。ちょっとお待ちくださいね。とりあえず、メインで使ってるのはこの MP5 なので、これを見ておきたいんですが、これは大丈夫そうですね。もうパッと見たとこ前で大丈夫そうです。見た目の外観も飛ばされてはなさそうです。あとよく使うのは僕はやっぱり罠系がよく使うんで、カプカンとか、このカプカンとかもどうなったんだろうな。パッと見たところショットガン大丈夫そうか。あとサブじゃない。サブマシンガンの方か。
これもまあまあ大丈夫そうだな。で、これ僕ね、あとね、これね、防御系オペレーターで痛いんじゃないかなと思ってるのは、このフロストですね。僕、かなりフロストの使用頻度高いんですけど、で、あと、よく使うキャラクターっていうか、オペレーターのですね、チャームはゴールドのこのね、チャームお気に入りでつけたりするんですけど、これね、サイトとバレルの方はいいんですけど、あ、いや、バレルの方でね、これ拡張型バレル僕気に入っててつけてるんですけど、これ固められてるんじゃないかな。そうですね。実はこの銃ね、すごい拡張バレル僕気に入ってつけてたんですけど、結構強いんですよね。威力も高い銃だし。固められてて使えないという。痛いとこですね。これちょっと。僕が結構使うメインキャラクターの一つだけに。本当に痛い。で、エコーがあとメインで使ってるんで。よく。まあ、うちのコミュニティでエコーといえば、結構僕のイメージが強いぐらい僕使うんですけれど、まあ僕だけではなくて使う人もいますけれど、結構僕の使用頻度多いですね。やばいですね、メンテまであと10分。これは固められてるのは、MP5 の方はなさそうですね。ショットガンの方はどうかな。こちらも大丈夫そうかな。パッと見たところですけどね。こっちも同じように、ウェポンスキンつけておいたやつが吹き飛ばされて代わりにこのブラックをつけることになってます。こっちもこれが同じように火花とあったのが解除できてない状態になっちゃったんですね。ちなみにさっきの火花と同じようなエラーが、ややこしいことで起こったら嫌なんで、あえてもう触らないようにしました。あとなんだろう、バルキリーとかかな。まあまあ。この銃も、まあ好きなんですけど。アングルグリップ、あれやな、割と反動か。バルキリーショットガンも強いですしね。はい。あ、そうですね。バルキリーも一応、ゴールドセットのユニフォームだけですけど。いいですよね。黒ですって。あ、そんなこと言ってる場合じゃないな。ひどいのはね、この辺は怖いんですけど、毒とか、P90 あたり、アンダーバレル、レーザーサイト、つきません。レーザーサイトつきません。あとは、レッドドット、これ解除してなかったんだろうな。きっとこれは解除してなかった可能性があります。いや、固められてました。失礼しました。固められてます。P90 のレッドドットも固められてました。で、こっちは MP5 は大丈夫だったのかなと。なんか怖いな。このフラッシュハイダーあたり怪しいんじゃない？はい。どうやら MP5 フラッシュハイダー固められてます。なんでしょうね、これね、本当に。どういう症状でこうなっちゃうんだろうな。仕方がないな。こうなってくるとですね、ルークですね、定番の。みんな結構甘く割るだけで使いやすい最初キャラクターかなと思うようなキャラ。これね、MP5 のね、このバーティカルグリップが使えないんですよ。これちょっと痛いです。本当に痛い。解除したはずのバーティカルグリップ解除できてません。こちらはフラッシュハイダーはできてるけど、さっきの毒と違って逆にマズルブレーキがロックされてると。なんか妙な
感じですけれど、まあ、これは P90 使えってことでしょうかね。P90 は大丈夫そうですね。もうこの、ザ・クルーのこのウェポンスキンつけた P90 で頑張れということでしょうね。これに関してはあのヘルメットの方もザ・クルー仕様で、ユニフォームは新しく出てる迷彩つけましたね。やばいですね。パッと見ただけでこんな感じでエラー出てて、すいません、メンテナンスが近いのでもう落ちます。もう怖いです。メンテナンス近くの時間にこれ開けてて、エラー出てんのは、あなたがメンテナンス時間の近くに開けてるから悪いんじゃないですかって言われるのも嫌なんで、時間開始時間まであと6分ってなってますけれど、もうそんだけぐらいの時間を残して、ちょっとまあこの検証の方を終了したいなと思います。パッと見たミニでは、よく使うオペレーターパパパッと開けた感じ、こんな感じでした。なんだろう、バンデットとかも固まってるかな。あの、バンデットの方とか、家側の方で、ん?バンデットか。英国が固められたのはね、これはあの、アップデートのあれ、影響なんで当然なんですけど、他のオペレーターにですね、変なカスタマイズロックみたいなのがかかるのは非常にちょっと辛いところですね。できればこのですね、UBA さんの方ですね、僕が見ていただいてたらですけど、直してほしいなぁと、今、頑張ってお仕事していただいてるんだと思うんですけど、ぜひとも直してほしいなと思います。まあ、こんな感じですかね。あ、いかんいかん、時間が過ぎていく。では、この辺で、では、この辺で、